ということで、ミーンズの今日のピッチング本当に素晴らしかったですし、文句のつけようがないものでしたが、ただ個人的に心配になったのはマリナーズ打線の方ですね。まあ、たまにノーヒッター食らうことは何年もやっていれば起こり得ることでしょうが、それにしても今のマリナーズはなかなか打線がうまく機能していません。いや、まあたまにノーヒッターされることもあるとは言いましたが、2週間でまたやられるとは思っていませんでしたね。今日は本当は別の動画を出すつもりだったんですが、マリナーズ、タイガースのスペンサー・ターンブルにノーヒッターをやられましたので、こちらについて話していきます。マリナーズはほんの2週間前にもオリオールズのジョン・ミーンズにノーヒッターされましたが、打線がひどすぎるので今季もう1回ぐらい食らうのは覚悟していたんですけれども、まさかこんなに早くやられるとは思っていませんでした。ターンブルのノーヒッターは今季 MLB 全体で早くも5人目のノーヒッター達成。ダイヤモンドバックスのマディソン・バンガーナーが非公式ながらダブルヘッダーでノーノーをやったのを含めますと6人目となるんですが、ちょっとノーヒッターのペースどうなってるんですかね。MLB のシーズンでの最多は8人ですが、5月にしてすでに5人達成していますので、今季はこのままいけばその記録が大幅に更新される年となりそうです。ターンブルのノーヒッターはタイガースの選手としてはおおよそ10年ぶり。大エースジャスティン・バーランダーが2011年5月7日に達成して以来の快挙ということで、久々にバーランダー以外のタイガースのピッチャーがノーヒッターを達成したということになりました。ちなみにマリナーズはと言いますと、2週間のスパンで2度ノーヒッターを食らうのは2015年のドジャース以来。マリナーズはおまけにいずれのノーヒッターもホームで食らっていますので、ホームでとなると相当の年数戻らないといけないようで、1923年のフィラデルフィアアスレチックス以来、史上2チーム目とのことです。ここのところのマリナーズは勢いに乗っていたインディアンスと素晴らしい投手陣を攻略して4連戦3勝といい野球をしていましたし、トッププロスペクトのジェレッド・ケルニックも昇格してきて、そこは出したと思っていたんですけれども、そうでもなかったようですね。ミーンズにノーヒッターやられた時から打線の状態は大きく変わらないというか改善していませんので、ちょっとそろそろまずいですね。で、今回マリナーズ相手にノーヒッターを達成したターンブルをご紹介しますが、2014年ドラフト2巡目指名、先日のミーンズと同じ年のドラフトですね。で、タイガースに入団し、2018年に MLB デビュー。今日のノーヒッターを含まず、ここまで通算9勝25敗と大きく負け越していまして、特に凄まじいのが2019年の3勝17敗という成績。これだけ見るとどんだけひどいピッチングをしていたんだと思われそうですが、投球内容自体はそこまで悪くはなく、30先発で防御率 4.61、ウィンズアボブリプレイスメントは 2.2 となっています。2019年のタイガースはシーズン114敗を喫したので、そこの影響をかなり受けた感じはありますね。昨年も11先発で防御率 3.97、今季もここまで5先発防御率 3.91 と悪くはないです。FIP も本格的に MLB に定着した2019年以降ずっと3点台をキープすることができていますし、なかなか勝つことができていないタイガースでプレーしながらも、先発ローテーションの中でしっかり役割を果たしてきた選手と言えるのではないでしょうか。今日のターンブルはフォアボールを2つ与え、三振は9個記録。それ以外のアウトについては非常にゴロアウトが目立ちまして、インプレーに飛んだ18本のうち実に12本がゴロアウトと、ノーヒッターという結果でなくとも、投手としては理想的な内容だったと思います。1本だけ本当にヒット性と呼べるような打球があって、それが7回にハニガーが三塁線に放った強烈な打球なんですけれども、これをサードのジェイマー・カンデラリオがいい処理を見せましてノーヒッターを救いました。打球初速は 108.4 マイルと、この日両チームの中で最速の打球でしたので、ハニガーとしてはアンラッキーでしたが、カンデラリオ見事なプレーだったと思います。ノーヒッターとなると、こういった味方のビッグプレーというのも欠かせませんね。ハニガーはこの強烈な1本以外にも、4回にセンターへ放った大きなフライがフェンスギリギリでアウトになったという打球もありましたが、他の球場だったらホームランだったかもしれないだけに、今日はちょっとついていなかったですね。ゴロを多く打たせ、味方にアウトにしてもらうチャンスを生むことがターンブルできていたと思いましたし、タイガースの野手陣もカンデラリオのファインプレーも含めノーエラーで応えましたので、タイガースがチームで掴んだノーヒッターだと思っています。本当におめでとうございます。ここまではターンブルとタイガースが素晴らしかったという話。で、ここからは完全に愚痴みたいな感じになるんですけれども、マリナーズ打線本当に頼むよ。今日ノーヒッターされてついにチーム打率が1割9分9厘と2割を下回りました。もう5月も下旬に差し掛かろうという時期にチームで1割台。ちょっと異常ですよね。
ミンズの時もとにかく打てないことを嘆きましたが、全然状況は変わっていませんし、なんなら打率下がっているので悪化しているまでありますよね。今季序盤の打線を支えたタイ・フランスが離脱しているということもありますけど、ただこういった事情はどのチームも少なからず抱えながらちゃんと結果を出しているところは出しているわけですし、フランスがいない間はむしろ同じポジションの選手、例えばマーモレイオスなんか特にそうですが、チャンスなわけですけれども、そういった状況を生かせている選手も残念ながらいないと。ちょっと見ていて残念ですよね。まだ今季は本格的にコンテンダーにシフトする前の年だったので、この状況も許せますけど、来年もこんな感じだったら勝てる試合も勝てないので、まだ早いですが、フロントとオーナー側にはぜひコンオフ打線の補強はしっかりと行ってほしいですね。さすがに打線に今は希望がなさすぎます。前回はケルニックの昇格という少ない希望、まあ彼一人で状況が大きく変わるはずもないことは心の中では理解していましたが、そこに現実逃避したりもしていましたが、ケルニックも MLB 初めの6試合で25打数4安打と、まだまだ適応している最中です。カノ・アクーニャもデビューして1ヶ月の時点で打率が2割4分だったりしたので、ケルニックがスロースタートを切ったのはあまり気にしてはいないんですけれども、他の先輩たちにはもうちょっとなんとかしてほしいですよね。もう特定の誰が悪いとかバッティングコーチが悪いとかの次元では今のマリナーズ打線ないと思いますが、一方で急に補強したりすることもできないので、前も言いましたが若手たちが自ら突破口を開くしかないですし、もうそこに期待するほかありません。幸い2週間で2回ノーヒッターを食らったチームながら、まだ借金は1で済んでいますし、なんなら西地区にはまだ下のチームもいるぐらいですから、これからチャンスがないわけでもないと思っています。もう2回ノーヒッターされたという事実はどう転んでも変わりませんので、なんとか切り替えて明日以降の戦いにつなげてもらえるといいのかなと思っています。これだけひどい打線を抱えながら大きく負け越していない現在のチーム状況をラッキーと捉えましょう。昨年からマリナーズ攻撃陣のメンバーはほとんど変わっておらず、なんならオールスター外野手ハニガーが帰ってきたくらいですので、むしろ戦力面で本当はプラスとなっているはずなので、まだまだこんなもんじゃないと信じてます。MLB 最低の攻撃陣ですが、もう上がっていく以外にはないので、これから気温が上がるとともに打線の状態も上向くことを願っています。というかもう本当に本当にお願いします。もうすがるものも何もないんで、本当に本当にお願いします。今回は皆様に大変お見苦しい動画をお見せしてしまいましたが、どうかご容赦いただければと思います。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メールビーに関する動画上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。